今ネギダクダクの焼きそばが食べたい。うまうまだよ。はい、どうもこんにちは、トビー翔太です。よろしくお願いします。今回はネギダクダクの豚塩焼きそば、コテコテのギトギトのこのシャキシャキ、もうめちゃくちゃうまいよね。売ってるけど、やっぱ自分で作ったらほんまびっくりするうまいね、これ。ソースってそうイメージつくけど、塩焼きそば作ったことない人ぜひ一度作ってほしい。暑いな今日。暑いな今日。暑い塩焼きそばにかける、思い忘れない、色あせない、思い。 Let's cook it。 はい、材料がこちらです。豚バラの切り落とし、じゃあ鷹の爪ですね。ニラ、白ネギ、塩コショウ、中華味の素、天かす、麺、ニンニク、生姜、麺つゆ、キャベツ、もやし、以上です。こっちがね、トッピングチームです。ネギ、卵、紅生姜、ごま、かつお節。キャベツ切っていきます。ザックザック、ゲイ。キャベツ、白ネギ、みじん切りにします。これぐらいでいこうか、ちょっと多めに。ネギダクダクやからね、今日は。いきます。ここにね、半分ぐらいシャ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 と入れていくの。適当にガーッて入れていって、そうそうそう、縦のね、ザクザクとしてみじん切りにしていきます。焼きそばでみじん切りって珍しくない？そうなん、なんかあんまりイメージなかった。まんまに入ってるイメージかな。楽しみですね。楽しみですね。細かくしたら香りが出るねんな。うん、ネギ油って美味しいやんか、めっちゃ。あの感じ。へえ。ニラでーす。こんな全部使わへんやん。今回は先っちょだけ使おうか。今回は。使う分だけ。そしたらこれ置いときやすいやん、保存しやすい。うんうん、一回ほぐしてもたらな、ちょっとややこしいから、使う分だけ先っちょから切っていくパターン。洗ったもやしを一つかみぐらい。豚よ、やっぱり。シーフードも美味しいけどね、塩焼きそばのシーフードも美味しいけど、豚も美味しいよ。美味しいよね。長いな、ちょっと半分に。まあ、ここはお好みでね、カットしてください。オッケー、肉たっぷり焼いていきます。火は中火、すぐ油。よし、鷹の爪の種抜いたやつね。で、ここに生姜、宇宙、にんにく、宇宙、で、白ネギいきます。炒めていきます。ここで生姜、ニンニク、ネギの香りをね、しっかり出していきます。うん、いいでしょう。次に豚、ほぐしながら入れてください。で、一旦炒めます。ネギ豚、もう匂い、もうやばいね、これ。いい香りです。キャベツともやしもん、麺を一回レンジで20秒ぐらい温めます。おいおいおい、おいね、しようましょう。これブラックペッパー入りのやつね。これはもう絶対ブラックペッパー入りが美味しい。一面にかけて、じゃあ中華味の素、これなかったら鶏ガラスープ、ウェイパーとかで使ってください。小さじ1ぐらいかね。よーし、ここで終わり。一旦ちょっとね、味見します。麺入れる前にね、野菜の
味の。オッケー。ちょっと濃いめに作ってください。ニラ入れます。ちょっと混ぜして、温めた麺。よし。ドーポン。で、水ちょっとだけ麺にかけて、ほぐし水をします。麺をほぐしていって、麺つゆ。具だくさん。家やから食べれるって感じだこれ、まあ、贅沢、うん、じゃあこれで麺がほぐれてしっかり馴染んだら最後に揚げ玉。よしで馴染ませたら完成です。出来上がり。うまい。おいしい、うん、しっかり味。このネギがね、効いてんねん。この細かく刻んだネギが、うんうん、それに生姜とニンニクのね、パンチのある感じが、また豚肉ってのがいいな。そうやな、豚肉とネギなんかも最高やん、相性が。うんうん、これでも絶対一人前じゃない。二人前、二人前や、ちょうど野菜炒め一人前や、焼きそば一人前みたいな。あ、二人前や。豚の甘い油な、うん、それと玉ねぎがな、玉ねぎ入ってない、うん、ネギネギがもうさっぱりさせてくれる。うん、この揚げ玉がさ、うんうんうん、ええー、よな、なんか、うん、旬でる味は。うん、うん、まレモンがマジで全然ツンとこうへんもんな、めっちゃ馴染んでる。うん、かけたった感はそこまでないもんな、うんうん、ちょうどいい。目玉焼きも嬉しいよな、うん、あったらテンション上がる。ちょっといい日って感じ、うんうん。得した気分なのね、目玉焼き。目玉焼 き。自分で塩焼きそばを作ったことない人はほんまにやってほしい。なんかやっぱ家やとな、なんかソースの方が簡単なイメージあるもんな、うんうんうん、でも塩も思ったより簡単やった。ほんと中華味かガラスープの素、あと麺つゆあればもう大体この味や。なんかニンニク生姜、まあ、チューブな、俺の動画結構やってるからお家にあると思うんだからやってほしいな。へへへへ、これで混ぜご飯したらめっちゃうまいと思うけど。美味しそう。あの悪魔のおにぎりやったっけ、うん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 、やみつきのやつ、あれみたい。わーわーわー、今日マヨネーズ使わなかった。ほんまや。でもマヨネーズなくてもしっかり食べたって感じ。おー、美味しい。ほんまにしっかり味もついててちょうど、うん、完璧な焼きそばでしたね。最後までどうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、ぜひよろしくお願いします。それではね、ももい、おなー。